ミシェル・ナイ,イム・アウンは、レバノンの政治家。同国第12代大統領。自由愛国運動の設立者で、マロンハ・キリスト教徒。元は、レバノン陸軍の軍人で、1984年に、征服組トップの総司令官に就任した。レバノン内戦下の1988年、退任するアミーン・ジェマイエル大統領から首相に、指名され、1990年まで在任した。 首相は伝統的にスンナ派の人物が就任するポストであったことからこの人事は一部で反発を呼んだ。そのためスンナ派のセリムホスも首相を名乗りレバノンに二人の首相が居並ぶ事態となった。1989年3月14日、アウンはレバノンの広範囲を占領下に置いていたシリア軍から祖国を取り戻す解放戦争を布告した。しかし、 1990年10月13日、シリア軍にバーアブダの大統領官邸を含む自らの拠点を攻撃され、軍民合わせて数百人の死者を出した。アウンは、ベイルートのフランス大使館に亡命を申請し、2005年までの15年間をフランスで過ごした。シリア軍のレバノン撤退からわずか11日後の2005年5月7日、レバノンに帰国を果たした。 2006年には自由愛国運動代表としてヒズボラとの了解を描きに署名しヒズボラと同盟関係を結んだ2009年にはかつて戦火を交えたシリアを訪問した帰国後は国会議員となり自由愛国運動などから構成される会派改革と変革ブロックの代表を務めた2016年10月31日サミール・ジャージャーやスレイマン・フランジェ アンリエルといった他の候補者を抑えて国会で大統領に選出された。ありがとうございます。